さて、前回は三妖精のボスを倒しましたね。なんで私前回生体実装されてなかったの？そりゃモブだったから。扱いが乱雑すぎる。それを凌駕する扱いをされてるのがこの俺ってわけ。興味ない、さっさと消えろ。しかしここ切り抜けたからもうすぐ頂上じゃないか。いや、まだ最後の試練にそり立つ壁があります。サスケかよ。ぶっさけ俺がサスケなんかクリアしてやるぜ。おっと大魔王選手、このサスケには初出場となります。はぁ、いや何を見せられてるんだよこれは。これは期待の新人です。さてスタートの合図が鳴りました。ラスコリンコス選手、まずは最初の人間ぶっ殺しゾーンです。いや察しの悪い受けっかよ。こんなの俺にかかれば余裕はやっちゃうよ。死んだー。ってことで今年のサスケは終わったので、また来年。何だったんだよ。さてボスを倒した報酬は何でしょう。野原ひろしの臭い靴下とか。誰もそんなの欲しがらねえよ。ってこれは私の大好物の特上ホットドッグじゃないですか。これはつける。あ、ブラッドハウンドが取ってった。後でクレーバーで撃ち抜いとくので大丈夫です。そこはキルレがマイナス100の俺に任せろ。なんでキルレがマイナスに振り切れるんだよ。ひとまず宿に着きましたね。霊夢たち、うわ、またなんか怒られることやりましたっけ。ちげえよ今回は。いや、パート8から宿を運んできたけどもうすぐそれも終わりかって思ってな。本当にいろんなことがありましたね。いや振り返ってみても宿がぶっ壊されてる思い出しかないんですけど。僕もことあるごとに食べられそうになったけど結局最後まで食べられなかったから。まあ枝豆は冒険終わった後のパーティーの宴会料理として出しましょう。助けてしんちゃん、助けてこら枝豆、マッサージしてやるから元気出せって。マリサ、こうすれば肉がほぐれて食べるとき柔らかくなるからな。俺はもう人間を愛せねえ。前は物理全振りの編成で行ったので今回は逆で行きますよ。今回は魔力重視のメンバーで行くのね。魔法とかいうクソがいないだけ100億倍気楽ね。もう臭いんじゃお前ほんまに。風呂入れ。いや入っとるわハゲ。まあユクトピアは教育的なチャンネルなので入浴シーンなどは映していません。じゃあみんな俺で。いや雪国編でバリバリ入浴シーンあったけどね。うるさいうるさいうるさい。さてじゃあ枝豆行こうか。気をつけろよ。もう今日は全論最終盤だから危険度マックスだぞ。もしかして先バスに襲われてあんなことやこんなこと。死ねえ。あ、またこのスイッチ系のやつね。じゃあこれは適当に右でいいでしょう。お兄ちゃんもか。どけ、俺はお兄ちゃんだぞ。どうやら今のはお兄ちゃんスイッチだったらしい。何のために作られたスイッチなんですか。多分競争が冒険のサポートしてくれるスイッチですよ。だとしたら心強すぎるでしょ。さっきのスイッチで存在しない競争競争に植え付けました。さっきのスイッチそんなのよくあったの。ちなみにもう片方のスイッチはアブノーマリでも触れてはならないだったよ。いや危なすぎんだろ。押したら全員死ぬかデンモンスター登場しますよ。地獄絵図すぎるでしょ。うわどんだけ悪人見てんだよ。眠いのよねー。昨日忙しくて考え事ばかりしてたら全然寝れなかったのよねー。うわ学校でよくいた俺全然寝てないアピールする人だ。あ眠い眠い。お前はニートで昼寝しすぎて寝れないだけだろー。ハンターダッツリー。めっちゃ遠くからヤジ飛んできててくさ。疲れ見りゃ立ったまま寝てるんだけど。いや息してないですよ。死んでやがる立ったまま。いや白ひげかよ。では本日最初の敵ですよ。ならば俺は石血操術。バブルだけでこの人数に勝てるかな。お兄ちゃんを遂行する。あー診察した僕が大魔王だった時。ん？どうしたの。よくエッチな人でふんじゃふん。魔王が考えてること少しだけわかったんだ。魔王の目的って何なの。多分人間たちを苦しめること。魔王の心は人間への憎しみ、嫉妬、そして怒り、人間への悪意で溢れてた。うわそれは放っておけないね。ちょっとね世間は許してくれやんよ。でもそれをただのゲームオタクの性格にしたのは俺の責任だ。いやそれはどうでもいいわ。あいつに言うこと聞けばマックなことできるって誘いに乗ってしまったせいで。死ねえ死んでわびる。人間が面と実際に動くのと一致してないんですけど。でも正直あいつを倒さなきゃまた乗っ取られていたちごっこなので。その魔王の魂自体を倒さないと意味ないですね。そうそう分かったら次へ進むわよ。全然戦闘になってなかったので同じメンバーで攻略していきます。ちょっと待った。いや一切待つ気ないので帰ってください。クイズマン強制帰宅させた。せっかくクイズマンここまで来てくれたのに。動画に採用されたいならちゃんとバリエーション増やして面白いクイズ出してくれないか。ウプユスさんクイズマンに対して辛辣すぎる。さて多分ここが超魔天狼一番最後のステージだぞ。じゃあここさえ抜ければもう登場できるってわけね。でも最後のステージって魔王城でも痛い目見てますからね。魔王城はブルーミのタウロスがめっちゃ猛威を振るってましたね。そういやそう考えるとやっぱ難易度的に魔王城の方がきつかったのではって話してたら早速敵よ。よ俺は悪魔の剣だぜ。ポイドンは悪魔の盾だぞ。ここに来て新しい敵だぞ。こいつらマリサ戦の時に出てきた亡霊の剣。俺らをそいつらと一緒と考えない方がいいぜ。なんかなる無理して攻撃してきてるんですけど。熱くない。今度の剣さばきはどうだ。こいつ2回行動してくんのかよ。ならばこちらは鼻息だ。クロスファイヤー張り切れ。10年は早いんじゃないかな。やばい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 。弾き返して。速
っちがルール違反したのでこちらもやらせていただきました。この戦いなんでもありかよ。うお、また敵出てきたんですか。最後だからエンカウント率も高いんでしょうきっと。お久しぶりだな。あ、田中じゃん。誰だよ。そう、こいつが田中。誰だよ。おお、田中久しぶり。よし、じゃあファイヤーハリケーン。なかなか強すぎんだろ。そしてここで私の新技発動よ。え、何かあったっけ。新技のオデコロン。え、それ何する技なの。これは全体の防御を下げる技よ。はい、お金欲しいでしょう。お金の匂いどうぞ。ホリドンはお金に屈しない。ファイアデーモンは遊んじゃう。ヒノキノも遊ばん。え、なんか急に真っ暗になったんですけど。あれ、真っ暗で何も見えない。みんなどこ行ったの。いないいない。バーガータコス。バーガータコスですか。注文受けたまわりました。いや注文してねえわ。ちょっと霊夢気をつけてよ。これ私のせいなの。両方簡単にクリアさせねえぜ。うわ、またこいつらかよ。てかおろちもいるんだけど。お前らにはここを通る資格はないぜ。ほらほら、静かにしなさい。タマちゃん、こいつ腹話術で勝手に会話してやがる。バカめ、ここが貴様の墓場だ。いいだし、このめっちゃ強力な全体攻撃。ここで私の新技見せてあげますよ。えーの、うんかー。なんだしそのデタラメな最強技は。これが新技のやけくそです。もうそれ使えるならずっとそれでいいじゃん。でもでも敵はいっぱい来ますからね。じゃあ俺もここいらでやっていいですか。は、何をだよ。では俺の新技を見せてくれ。えーの、うんかー。おめえもかよ。オロチ3体とかめっちゃ激戦の戦い、尺の都合でカットしてんじゃねえよ。でもあの戦いずっと踊らせてるだけだったし。地獄で俺と踊ろうぜ。ダリダンスやめろ。ってことでふりかけ進化よ。最大容量が増えたから日常で使っても支障なさそうね。結果的に量変わらないじゃね。それにしても長きに続いたミートピアも終わりに近づいてきましたね。いろんなことがあったな。ウプ主がクソだったり、ウプ主がクソだったり、ウプ主がクソだったり。どれだけクソなんだよ。それが終わるとなるとちょっと寂しい気持ちになりわけねえだろうが。ようやく終わるよ。長かった。本当に投稿頻度遅すぎていつ終わるんだと思ってましたよ。そんなこと思ってたのかよ。だって終盤の投稿頻度の失速具合エグかったぞ。それは爆量なりソシャゲしてたり飽きたりしてたから仕方ないだろ。大部分が仕方ないでは片付けられない事柄ばかりだった気がするんですけど。でもずっとこんな長いシリーズ見てくれた視聴者には感謝しかないね。確かに。だからウフ主、自害しろ。いや感謝しろとかじゃなくて。まあこのシリーズで俺のファンもたくさんできたところだし、ここで俺のファンさで美しい歯を見せつけとくか。早急にカメラをルーズしろ。そういえば終盤ですし、ユキトピアモンスターランキングしましょうよ。え、これまたヤバそうだ。ってことでユキトピアで好きなモンスターをコメント欄で募集します。一番好きなモンスターをコメントしてくれるとそれを1強として換算します。複数出してもいいけど一番は決めてね。決まってない場合は一番最初に書き出したモンスターを1強換算にします。キヨキ1強を待ってるぞ。これでみんな投票してくれるな。全然記憶ねえじゃねえか。ってことで本日はここまで。次回は超魔天楼の上に行ってみたいと思います。最終回まであと2パート走り切っていきましょう。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また見てね。